ブレイブリーデフォルトをフォードシークエル実況プレイパート78やっていきます。ついに最後のクリスタルの解放となります。また繰り返されることはなく、おそらくこれが本当に、最後のクリスタルの解放となるはずです。さあ、エアリのね、真の目的がいよいよ動き出す時がやってくるのでしょうか。なんだろう、ちょっと待ってね。これで攻撃力156でしょ。キャラが違いすぎるんだよな。ああ、攻撃力下がるわ。やっぱ海賊が一番強いんだな、攻撃力は。なるほどね。よっしゃ、取って出ろう。見て、あのクリスタルの。待て、やっくるぞ。入るか。5本目。また魔物に取り、わかります。いや、これ最後の一歩立つのに結果のクリスタルぶっ壊したら、エアリー、エアリー怒るだろうな。わかってるでしょ。アニエス、はじ、
ええ。ああ、これでクリスタル解放おしまいだ。やったわ、クリスタルの解放は成功よ。これで4つ全てが解放されたわよ。この光、ホーリーピラーか。ええ、間違いないわアニエス。もう一度あそこへ向かいましょう。今度こそ大穴を塞いで世界から闇を浄化するのよ。ええ、分かっています。今度こそ必ず。よし、エアデオで回復してホーリーピラーへ向かいましょう。いよいよだ。この光、もう何度目だっけ。ダッツさんたちは先に倉庫に避難してもらったよ。アニエス、みんなエアリーを信じて見守っててね。今度こそ絶対成功させるから。さあ、光よ、エアリーのブローチに集まりなさい。見守りましょう。え、今はエアリーを。分かった。新秋章、ブレイブリーデフォルト。ここは
やったって何よ。やった、やったのよ。みんな起きて。オーアルが。大穴が塞がったのか。ここからじゃ見えない。リンガーベル、舵を切ってくれ。ダメだ、見事に壊れてる。修理に時間がかかりそうだ。甲板へ行こう。ええ、よう、今回もまた揺れたな。あれ、どうした、そんなに結束を変えて。大穴が閉じたの。いや、そっちからは見えないだろう。ようやく大穴を閉じるのに成功したらしいんだ。え、大穴がか閉じた。なあ、そうらしい。ああ、ダッツ、後で環境の修理手伝ってくれ。おお、それは構わないが。さて、本当に大穴は閉じたのかな。一番さすがだな。エアリー、大穴上空に闇のオーロラ。はっ、すぐに片付けてそちらに向かいます。はい。大穴上空、あっちね。大穴がまだ。なんだって。あんなに大事なもの。エアリー、だってあなたさっきとうとうやったって。まだわかんねえのかよ、このグズどもが。お前らは騙されてたんだよ、このあたしにさ。ずっとずーっとだ。エアリー、どうしたっていうの。ダメだこりゃ、この姿になんねえとわからないようだな。マガマガしさは、お前何者だ。我は境界を貫き死者エアリオ、偉大なる破壊神ブロマース様の忠実なるしもべ。11億年の時を経て今宿願を成就せ。境界を貫き死者。破壊神ブロボロス祝願。貴様らももはや体感してるだろう。この世界というものは決して一つではない。いくつもの伏線があるのが同時に言うなれば平熱に存在するのだ。我はクリスタルの解放と偽って暴走させ、世界と世界の境界を貫く連結してきた。我の夢のため、そしてウロボロス様の祝願のため、マウを超える世界を貫き繋げてきたのだ。い
夢だって我の夢はウロボロス様の降臨。ウロボロス様の宿願とは、私が繋いだ世界を全て食らい尽くし深海へと攻め入ることだ。深海？ようやくここまでたどり着いた。お前らは実に有用な手駒であったぞ。吠えて使わす。なんてこと。私が大穴を。さて、話はここまで。我々一刻も早く降臨召されたウロボロス様のもとへ馳せ参じねばな。口をさにもらいながら死ぬがよい。ああ、そう簡単に負けたりゃしねえさ。Shut up.
スの信頼を踏みにじるなんて。いつもそれだな、アニエスのことばかり。魔法かけてる。貴様が一番うっとうしいのかと。あ、溶けてるな。お父様や師匠はあんたの存在を警戒してたんだ。今なら今さら分かった、私がバカだったって。感情で動く者ほど許しやすいのだよ。父親の災難だったなら我を警戒していたのも娘に邪魔されるとはな。もうやるではないか。だが全て無駄なことなのだ、全てな。魔法剣も貼れないからいいや。どうだ、傷の具合は。うん、大丈夫。そっか。あ、いや、何かしていないと落ち着かなくてな。あ、ダッツ、その部品はこっちで。うん、そうそう、俺は大丈夫だ。他の二人の意見を聞いてやってくれ。はい。さあ、まあ、エアリーも退けることができましたが、そのエアリーがね、復活を望んでいたウロボロスというやつが、とね、実際復活して、これからね、何してくるんだろうということになっております。まあ、これからね、まあ、闇のオーロラに行って、その企みを阻止していくんでしょうけれども、またね、次回ね、イデアや、アニエスの様子を見ていこうと思います。はい、では、ブリフィーデフォトフォーザシークエル実況プレイのパート78、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。